ガルデルストシオでございます。今回はですね、僕のシグネチュアモデルクライングスタークラシック、それからクライングスター、クライングスターレベル下位、などなどですね、5機種引き比べ大会をしたいと思います。今持ってるギターはですね、本当にこう一番最初のモデルでクライングスターっていうね、あの名前でいろいろ仕様が変更になりましてですね、今は AMG81 と、SAV から、キルスイッチで、これ SPC 回路が入ってまして、それのオンオフスイッチと、まあ、それ の, あのブーストの値の調整のつまみからマスタートーンとマスターボリュームみたいな感じになってます。はい、じゃあ弾いてみたいと思います。続きまして、フライングスタークラシックの、ご紹介でございます。木材がですね、1号機のアルダーと、ネックがメイプルの材から変わりましてですね、マホガニーを使ってますね。このギターはあのホンジュラスマホガニーというあのいい木を使ってもらってるんですけど、あとはですね、27フレットだったのが24フレットになって、それからこう2ハムの仕様ですね、2ハムなのですごいフロントの音が太く聞こえます。で、今は AMG の81、それから85が入ってまして、同じく SPC 回路のオンオフスイッチと、そのブーストの値調整でマスタートーン、マスターボリュームみたいな感じになってます。実際ちょっと音を聞いてみたいと思います。
ニックスのご紹介でございます。ですね、フライングスターフェニックスというのは、我がガルネリウスがですね、フェニックスライジングというアルバムを出した時に作られたギターですね。アーティスト写真の撮影の時にですね、急遽まあ、色をね、こういう色のギターが欲しいって僕はこうわがまま言わせてもらってですね、急遽作ってもらったみたいな感じのギターなんですけど、基本的に、1号機、黒の1号機と同じような仕様になってます。アルダーボディ、ね、メイプルネックみたいなで、ローズ縛りで、ここがまた SPC クライドが入ってて、今の状態ですね、ここがキルスイッチになってて、マスターボリューム、それからこれ SPC がもう元々入ってるような感じになってて、これがまあ、回すと若干歪んでいくみたいな感じの、そんな感じの仕様になってます。はい、実際音をちょっと聞いてみたいと思います。続いてフライングスターレベル回でございます。このギターはですね、発売が、ね、限定で、まあ、されたモデルの、まあ、原型となったモデルなんですけど、フライングスターレベルっていうのがもともと発売されてまして、それがチューマチックブリッジであったり、まあ、ちょっと全然仕様が異なってるんですけど、裏通しにしまして、ESP にこう、ね、ブリッジをつけてもらって、でそれからキルスイッチがここにあったり、ね、あとSPC がまた内蔵されてて、ここでまた調整するみたいな感じになってね。で、チューマチックのブリッジをこう無理やりこうやってパネルで埋めてもらったりとかですね、かなり改造しているような感じの仕様になってます。で、ボディが、アルダーからですね、マコガニーに変わってますね。そういう部分もちょっとなんか気にして聴いていただけると面白いんじゃないかなと思います。
最後になるんですけれども、フライングスタークラシックベテルギウスの紹介ですね。先ほど紹介したフライングスタークラシックの、まあ、続編みたいなギターで、ボディとか、なんじゃかんじゃはこうマホガニーでこう一緒なんですけど、色がね違いますね。であとエスカッションの色とかね、こうミラーピックガンとかこう若干こうなんかこうすごいこう古き良き感じの、ね、こうルックスがありつつですね、あとはですねこう81、85とピックアップがあったり、であと SPC 回路があったり、ね、そこら辺の仕様は変わらないんですけど、非常にね倍音が豊かな感じの、作りになってるんで、そこら辺も気にして聴いてみてください。チェックお願いします。キュウでした。